はっちまっぷよー。こんにちばんは、コマドリです。今日は、チリシンの、後の STA-1 に乗っていきます。では、行きます。パンサー4。マップは鉱山、車両編成は、敵味方に、重戦車2両ずつの、バランス編成です。山を取った方が勝ちですね。つまりドラキュラ任せです。敵のドラキュラはきっと、ショートカットするので、いかに、味方ドラキュラが抑えるかに、かかっていますね。私はその間に別の敵がドラキュラの決闘を邪魔するのを阻止します。決闘開始、やっぱりショートカットしてきましたね。味方ドラキュラ頑張れ。さて、他の敵はどこかな？お、来ましたね。迎撃します。まずはパンツ、履帯をハメハメしたいですね。有能な味方なのでもう援護が来ましたね。助かります。前線は多ければ多いほど叩けますから。で、グフ。で、丘の制圧が完了しました。今度は下の敵を殲滅します。丘に上がった敵が一両でよかった。彼は孤立して大変だったでしょうね。ほれ。パンツも T44 も相当ヌーブな動きをしてますね。対して味方は有能、おまけに丘も取れた。勝ったなこの試合。T44 も勝手に死んでくれたことですし、後半戦。消化試合の始まりです。あとはヘマをやらかさないように気をつけるだけです。そい。ほ。パーシングですね。ここで突撃して私の格闘戦スキルを見せてあげましょう。突撃と。IS6 くん、ごめんよ、切り上げないんだ、HP もないのに突っ込むから。あとは IS3 だけです。島から砲撃はありませんでしたし、きっと、芋ってるんでしょうね。あ、いましたね。芋、殺すべし。それにしても有能なドラキュラですね。彼は右から食べてるので、私は左から食べます。お物は消毒だ。危なげなく勝ちましたね。死者は2両、もう帰ってはきません。IS6 くんには悪いことしたなぁ。あれ、危なかったといえば1番、最初のドラキュラが退治できるかいなかが、1番危なかったですね。やはり、鉱山は、最初に山を取ることが勝敗を決める、結果的に取れたので打ち放題でした。今回の功労者はドラキュラですね。ありがとう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた次の動画で。さようなら。